オンカモです。カモネさんが配信で遊べるゲームと遊べないゲームがあったりしますか？スマブラなどは遊ぶ一方、他者の格ゲーをプレイするところはあまり見たことがないので気になって投稿しました。あー、確かにね。そうっすね。まあ遊ばないようにしてるゲームはあるね。それはある。なんだろう、同業のゲームはちょっとやっぱやんない方がいいかなと思ってやってないっすね。やっぱ良くないかなと思ってやってないっす。まあ、格ゲーとか。スマブラ格ゲーじゃねえのって言われるかもしれないんだけど、スマブラは多分違うかな。俺の中ではギリギリセーフという判断です。あとあれかな、そのやりとりがある、関係がある、会社のゲームはやんない方がいいかなみたいな気がしてますね。なんで、まあその辺かな。あんまりだから今後も他社の格ゲーはやっていいよって言われたらもちろんやるんだけど、配信の外でやることが多いかな。そうっすね。あれよ、だカプコンさんとかは別になんかつながりもないし、やりとりもないし、まあ、普通にただのプレイヤーというかな、プレイヤーではないんだけど、まあ、それぐらいでいいんじゃないかなと思いますけど、まあそれぐらいですかね。ファントムブレイカーぐらいだったら多分、やってもちょっと大丈夫なんじゃないって思ったりはします。ファントムブレイカーぐらいっていうとちょっと良くないんですけど、多分直接連絡してやっていいですかって聞けばいいですよって言ってくれる気がするからやれるかもしれない。トキアとやりたいです。なんかその性的なセリフみたいになってる。大丈夫？何々さんとやりたいです。そうっすね。まあデドアラもその問題はないと判断してやっていたまあでもね、やっぱいろいろ事情も変わってきてるような気がするし、あんまりできないんじゃないかなと思ったりはします。かなぁ。まあ、配信の外では結構やってたりするんだけど、ただ最近はさすがに時間もあんまないんで、そもそも家にいる、休んでる時、常に配信しているみたいな感じかなと思ったりはします。そうだな。まあ、あとはスマブラはもうちょっと頑張りたいよな。さすがに、全然、まだまだ上手くなれなくて、悩んでる部分なんで、やりがいがありすぎる。まだ全然やれてない感じがする。かな。まあ、別にこれって、どっかから言われてやってるとか、やってないとかではなくて、ちなみにね、俺がね、まずいかなと思って、自主規制してるだけなんで、まあ、そのあたりは、あるかなって感じですかね。はい。そんな感じですかね。ご質問いただきありがとうございます。さすがにメルブラはやっても大丈夫だと思うんで、まあ、それはやるかなとは思いますけど、まあ、さっき言った通り、いきなりね、何でもかんでも答えるぜみたいな、アンダーナイトみたいなことは絶対しないんですけど。まあ、あとはランクマとかも多分しないでしょうね、しばらくは。ただ、俺のやっぱ、格ゲー作っていく上で大事だなって思うのは、プレイヤーのコミュニティにある程度近い人がいないと、ゲームの方向性的に、うまくいかんこともあると思うんで、まあ、そういうのはやっておくべきだよな、仕事としてもって思ったりはします。